ゆりこたいです。皆さんこんにちは。久しぶり、ピロシキーズの生まれはロシア、舞台は東京、ピロシキーズです。おはようございます。おはようございますでもないかも。夕方やったね。時計つけてないけど。なんか、食べ物、食生活についての質問っていうことでね。あ、いいねいいね、ちょっと興味深いんじゃない。うん、そっか。何が一番好き、日本の食べ物？天ぷら。何の天ぷら？エビ。すごいシンプルなんですけど、エビフライとエビ天やったらエビ天の方が好き。うん、そっか。そこはじゃあ友達になられへんわ。あと、うなぎかな。あ、そう、うなぎかな。うなぎ、忘れとった。もう昨日うなぎ食べた。昨日うな重食べたよ。ウーバーイーツでうなぎめっちゃ食べまくんねん最近。いいね。うなぎだ。うなぎかな。忘れとったな。うなぎもいいな。なんだちょっと難しいやんか、もうめっちゃ。まあ、川崎の肝かな。でもやっぱりまだ、やっぱまだそっちの方が引きずるか。うん、でもこの間食べたフグのくちばしがめちゃくちゃ美味しかったけどな。どうしようね。やっぱ決めてください。あんこはなんで一番なんか決めなきゃなんないの。あんこはじゃあ同じだ。いやいや、一番ではない。大好きだけどね。カワハギの肝でいきます。うん、あれちゃんは？あんこかわいい。あんこ鍋。あんこうか。やっぱあんこ鍋。魚、まあ、あんこの魚。でもさ、あんこ鍋ってさ、なんか味薄くない？いや、うまいね、あんこ鍋って。肝が入ってたりとかも、いろいろ牡蠣とかも入れたりするね。んで、ちょっと味噌味でさ、もうプルプルしてんねん、あのあんこの。なんかもう、いろんなとこがコリコリして、その白身もめっちゃね、煮込んでもそのパサパサならへんねん。めっちゃうまいね、あれ。魚の中で、あの白身めっちゃ、本当にめっちゃうまい。だからみんなちょっと食合わへんということで、それぞれちょっと違う、なんかうーんって感じ。あんこ鍋って感じはもう、まあ、美味しいけど、一番っていう、ほんまにうなぎ超えるかっていう感じになっちゃうから、まあみんなちょっと違うな、考え方が。だからそれは、それさ、もうハラスメントやね、それ。あの中指と薬指どっちが好きって質問と一緒やで、それ。どっちを切る？どっちを切るみたいな。どっちも痛いやん、切ったら。どっちも好き。なんか別ジャンルでさ、どっちも好きやけどなってなってまうよな。私も。どっちもなくなるんやったらちょっとしんどいけど。なんかたまにボルシチも食べたいし、おでんも食べたいし。あと全然関係ないけど、カレーとか。うん。なあ、スパゲッティとかピザとかも食べたいやんか。うん、そうなの。祖国って何？イタリアンか。そうだよね。だって日本でも普通にピザとかそんな。そうですよ、ね。そうやな。まあ、なかなか日本食だけが国に食べないんですよね。うん、もうオールマイティじゃん。まあ、でも日本食は好きよ。うん、私も日本食が結構好き。うん、確かに味噌汁がな。日本の食べ物とイタリアの食べ物、どっちが好き？どっちも大好きなので難しいの、選ぶのは。例えばずっと日本食ばっかりを食べると、あ、イタリアのなんかの食べ物を食べたいなって思う時あるやん。ね、時もあるんだけど、この前イタリアに行ったらもう早めに寿司食べたいとか思って、もうすぐ、戻った時にもうウーバーイーツでラーメンとか。やっぱウーバーイーツが。そう、ラザニア美味しい。ラザニアなんかパスタとかあるし、ピッツァとかもあるし、なんでラザニアがないのってすごい気になる。ラザニアって欧米が作らなくちゃいけない。ラザニアはなんか米がチーズかな、メインみたいなのがあって、これぐらいのこれぐらいの麺が大きい麺なの？米じゃないの？米がチーズで、ない。ドリアじゃないからね。あ、麺だね。あれは麺なんだけど、そのなんか麺って細いじゃん。細いんじゃなくて、それを面積これぐらいの麺で、それどういうこと？一つの麺がここくらい見れそう。麺っていうのは俺が思ってるこの麺。じゃない、じゃない。あ、じゃない。まあ、でもその麺が大きくなってるパターンで、
あの細くてそれを引いて上にその焼いたミンチとかあとパスタを塗ってまたもう一回大きい、まあ、パスタ大きいパスタ、そう大きいパスタを重ねてで次またそのミンチなんとか塗ってパスタやってんでチーズ使わんかったら美味しそう、チーズつけまくり、つけまくり、つけまくり、だからトロトロみたいな、そう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 、まあ、まあ好きな人は好きだそうなんだ、でも外国の人好きだねラザニアガーフィールドも好きだったね。ヒロシも。いや、すすめされしたいもの。ピロシキつまらないの。いや、ピロシキはピロシキでも美味しいねんけど、自分はあれ、でもロシアかどうか分からへんけど、マンティとか好き。あ、マンティは多分私の方の国の。なのかな。でもうちのとこでもマンティはいっぱいあって。そうそう、広がっていってるけど、多分その。そう、え、美味しいよ、マンティ。マンティって、なんて、なんて。まあ、餃子みたいな、蒸し餃子みたいな。なんか、あの、いや、っていうかね、あれじゃないよね。餃子というよりも、すごいシューマイの、あー、でも皮が分厚いシューマイの大きい感じの形をしてて、うん、中にじゃがいもとか肉とかが入ってて、うん、なんていうの、なんていうのかな、まあ、蒸し。まあ、蒸し。あの、蒸し、あのね、でもね。シューマイだよ、でもシューマイみたいな。どっちかっていうと、豚まんの、あの肉まんとかでも551の豚まんよりのもっと皮がこう薄いシューマイだよ、シューマイかシューマイのでも皮の分厚いし、まあ、でっかいシューマイ、うん、そのシューマイがめちゃめちゃ大きくなったパターンほんであれにいろいろかけんねんけどでもスメタナって言ってそのサワークリームをかけるところも多いけど自分はそれにマヨネーズをかけて食べるのが好き、いやー美味しそう、うん、すごい美味しいよ。え、なんかロシアレストランとかあるの？あるよ、いっぱい。うん、なんか行ってみたいな。新宿とかにもあるよ、いっぱい。ロシアカフェとかもあるしね。あとなんかみんなボルシチ知ってるけど、緑のボルシチおすすめしたい。あ、緑のボルシチ知らない人結構多いから。そっかそっか。後ろにボルシ。まあ、ボルシチってもともといろいろ混ぜ合わせたもんっていうことで、別に赤くなくたってよくて、赤くないボルシチもあるんですよね。そう、緑色のボルシチがあって、そこには、うん、あの、何？ボイルした卵が入ってたりとか、あと日本にはそのあまり流通してない草があるんだけど、ちょっとね、あのほうれん草に似てるんだけど、でも生で食べるとめっちゃ酸っぱいの。それをスープに入れて作ると、そのスープがちょっと酸味が効いた感じの、あの緑のボルシチで、まあ結構好き、自分は。まあ、当たり前、本当のイタリアンの食べ物は、うん、なんか日本はめっちゃ高いんですよね。なんかソーセージとかサラミをたまにすごサラミ大好きなので、サラミも美味しい、ロシアのサラミもあるからね、ロシアのサラミ美味しいよ、ロシアのサラミを、はい、でイタリアに行った時にやっぱり本当400円300円200円、ね、500円で買ったんだけど、うん、日本で同じもの見つかったら1500円2000円3000円とかにするから、そっか、うん、それの違いがあるかな。イタリアではそういうなんかすごい、日本ではイタリア料理食べようと思ったら高いけど、イタリアでは安く食べれるんや。そうですよね、全部、うん、一食どのくらいレストランとか食べに行って、大体1500、2000円ぐらい。安いね。どうかな、でもちゃんとレストランだとやっぱり5000円とか6000円普通に出すけど、晩ご飯。ロシアはあれかな、外食文化があんまないかな。ないな。レストランで食べる、まあパーティーする誕生日の時とかだけかな。まあ多分難しいでしょう、出るのは。そんなことないよ。No、 そんな寒いからって思ってるけど、そうそうそう、夏場は全然、うん、あの40度ぐらいになったりするし、プラス冬場寒くても、まあ、みんな移動してどっか行ったり遊びに行ったりはしてるから、そこは移動が難しいとかはない。なんかイタリアは結構そのなんか家族だったら必ず家で食べるんだけど、みんな外で食べるよね。あ、なんか気がする。みんなバーに行ったり、カフェに行ったり、その後は友達のレストランに行ったり、なんかどこからいつも、とにかく誰かと会って誰かと一緒に。そうそう、私イタリアに行った時に全然家に食べたことないぐらい。でもロシア人は俺もしかしたら逆に食にうるさいんかもしれへん。なんかレストラン行ってもなんかみんなこれが美味しくない、これが美味しくない、うちのこれの方が美味しいって言って、まあ、家で作るものばっかりだから、家で作る食べ物に関してみんな料理うまいわけ、そこそこ、ね、女性が特にね料理うまくて、
大体美味しく作るから、あもうここの味付けがこれが足らんこれが足らんとかっていうので、結局みんな家で集まって何人かで食べ物をそれこそ持ち寄って食べたりとか、どっかで食べる何レストラン行くくらいやったら、うんうん、だからまあでも物価って言ってもロシアモスクワとかと地方とかともう違いすぎるからね。そうだね、差が激しすぎる、差が激しいから、まあ意外と高いのも高いし、でもかといってみんな野菜とかはさ自分の土地で育ててる野菜がみんな各家庭に畑あるから、すごい、そういう野菜はタダだったりとかするし、うん、まあ魚料理は少ないかもね、お魚、あそうなんだ、特に海の魚だから川魚の料理が多いかな、魚って言ったら、ほんでまあ焼いて、確かに、あれ何ないんだっけ、あの海あるよ、上もあるし下もあるし国会もあるし、あロシア大きすぎて分かんないということで今日ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃめちゃお腹が空いてきた。もう何でもいいよ、とりあえず何か食べましょうか。この間にねゆりこタイガーが持ってきたチョコレートもみんな食べまくって最後の1個になってしまってそう、はい、ベロシケズの、チャンネルも動画も出してますので、はい、ぜひ皆さんにチェックしてみてください。ぜひ見てみてください。はい、また次、またいつか、あぜひぜひ、まあ、コラボしよう、お願いします。